こんにちは。以前動画で初心者講座をした時は楽譜を直接打ち込んで歌にするまでを行いました今回は楽譜をすでに持っているもしくは右ファイルを持っている時の説明です大きな栗の木の下でを歌ってもらいますちなみに2番の歌詞は著作権に引っかかるようですお気をつけください楽譜を用意ネットで「大きな栗の木の下で無料」「楽譜」など入れれば出てくると思います無料で作成するならこのミューズスコア 楽譜を打打ちち込込める人はここでで直接打ち込んでください全部入れるのは大変なので楽譜を取り込んでみますファイルから PDF インポート登録していない人は無料会員登録をしてくださいもしくは楽譜作成ソフトのスコアメーカーをおすすめしますセレクト PDF ファイルでファイルを選んでから少し待つとファイルがダウンロードできるようになりますダウンロードしたファイルがこちらミューズスコア用のファイルができています ファイルを開くかドラッグアンドドロップで表示しましょう。一度聞いてみます。ミディサイルに変換します。 ファイルからエクスポートでミディファイルを選択します。これが出来上がったミディファイルです。ではこのミディファイルを使ってチェビオ、プロ、カリ、改めボイソナを使用してみます。バージョンは現在最新の0.6。 1>, 1です。タスマークを選んで、ソングトラックを追加。鍵盤のアイコンをクリックしてください。現在の歌い手さんは知性ちゃんです。チェビオの佐藤ささらさんが追加予定なので、楽しみに待っていましょう。クオンタイズを1、4から変更します。簡単な曲なので1、16でも問題はありません。 それでは先ほどの MIDI ファイルを読み込んでみましょうファイルからインポート MIDI を選択インポートしますこれで手動を打ち込む手間が省けましたですがこれだけでは歌ってくれません修正をする必要がありますまず音が出るのが2のラインからなので位置をずらします選択ツールを選んでから「c t r l s w a で全選択ドラッグして右へ移動します次は変な箇所がないか

まとめて消せましたね。次は歌ってもらう箇所だけ残すので、イントロの部分を消します。消し方は同じ要領で、選択してドラッグ、デリート。次は歌詞を入力してみて、違和感のある場所が楽譜のどこか探してみましょう。バーの位置で右クリックをして歌詞をまとめて入力します。 OK を押すと入力した歌詞が反映されますスペースで一文字区切るので O、s h が一つの音符で二文字入っていることに気をつけてくださいねそれでは歌詞が入った状態でも,もう一回聞いてみましょう大きな栗の木の下であなたと私仲良く仲良がずれていますね 4分音符の長さが短くなっています詳しくは以前の動画で紹介しているのでそちらをご覧くださいまずは4分の長さを正常な位置まで戻しますなんだこれ移動できない中途半端な位置にしか動かせなかったので一度消してから自分で打ち込みます変な挙動をした時は自分で入力してみましょう 消しゴムもしくはデリートで消します選択の下のペンツールを使ってバーを入力します歌詞が消えているのでもう一度入力してください一文字ならバーをダブルクリックした方が早いですそれではもう一度聞いてまだ変なところがないか探します 大きな栗の木の下で、あなたと私仲良く遊びましょう。大きな栗の木の下でどまず、私と仲良くの間の一泊がないので間を空けます。選択してドラッグ右に移動します。原因は1。小節が44から34。 変更されているところでしょうね。最後は、どだけなので余分なのを消します。長さも調節。こちらも歌詞を入力してくださいね。それではまた間違い探しです。 大きな栗の木の下であなたと私仲良く遊びましょう大きな栗の木の下で大丈夫そうですねさっきは強引に音符をずらしましたが楽譜通り小説にしたかったら3、4を4、4に変更してあげます これでで楽譜通りですファイルエクスポートワブで音楽ファイルにしました編集したミディファイルを作っていなかったので作成しますドドミミ今度は歌ではなく楽器の演奏部分なのでイントロ部分を含めて不要な部分や間違った箇所を修正しました「 今回はスタジオワンを使用しますまずは先ほど作った MIDI ファイルを読み込みますこの状態では音が鳴りません楽器が選択されていないので必要に応じた楽器を選択してあげますグランドピアノを選択してあげます最近いろいろソフトを導入したのでそのうちの一つを使用します 付属の音源だけだと物足りなさを感じます。ちょうどセールが開催されていたので購入してみました。これにしてみます。音が出ましたね。次はチセちゃんの歌を読み込みます。 読み込んであげたら歌い出しが合ってるか確認します。左右にスライドできるので、うまく調整してください。場所が確定したら一度聞いてみます。 できました。せっかくソフトを使っているので少し遊んでみますはじ、ねね、めのうちは手順がいくつもあり大変そうですが。 何曲か作成していると慣れてくるので安心してください。まずは実践あるのみです。それでは良き AI ライフを。最後までご視聴ありがとうございました。